守護対象みたいなのがある。そうです、あ、守護理体対象ですね。そうそうそう、で、あるんだよね、はい、多分それは人それぞれ、はい、で、ポルカはどうですかっていう。ポルカすごい絶妙なんだけど、うん、あのね、なんか強そうに見えて弱いから、うん、もう絶対に守ってあげたいっていうよりは、うん、目を離さないで見守っていたいぐらいな感じかな。な、手は離れてるけど、うん、視界には入れておきたいみたいな。歩き始めた子供かな。一番守護りたいのって誰なの。まあ、元祖で言うとアヤメ。なんかね、時と場合によるけど、うん、吹雪も守護りたいかも、うん、なんかしっかりしてるけど、うん、何かあった時にはうちがおっとっとってなった時にはさって支えてあげたい。じゃあ、ミオちゃんズゼッあーってスバちゃんがさ、こけてさ、ミオちゃん痛いーいーおーおー、スバルよ、どうしてこけてしまったんだ。わーわーわーね、スバル、すごい、地球がスバルのことをいじめたー。でも、スバルはね、結構開き直り早いからな。まあ、でも、スバルこけることあるしな。そうだそうだ、スバルは強いから大丈夫、大丈夫。なんもだしな。本当にくじけそうになった時にまた来なさい。なんかね、うん、あ、でもスバルは、うん、甘え上手なんよ、すごく。なんかもういいね、何それ。ミオシャ、今度オムライス作ってほしいとか要求を伝えてくるんよ。うわー、具体的に、しかもあなたじゃないとできないっていうことをちゃんと言ってくるっていうのはね、強いっすね、甘えものとしては。だからそれを聞くと、もういいよ、じゃあ今度いつ来るみたいな感じになるから、そういうね、甘え上手なとこはすごいなって思うね。